かがみだたつは、ラジオ福島のアナウンサー。編成局次長。愛称は、加賀ちゃん。広島県広島市出身。東洋大学経営学部卒業後、1988年ラジオ福島入社。同期には、鈴木隆博氏がいる。カット日ワイド月曜日のハッピーチエちゃんとは、1995年8月以来、番組でコンビを組んでいた。これが話題を呼び、 福島県内各地の講演会やイベントにも呼ばれることが多い。また、鏡伝の喋りが評価を受け、2002年にギャラクシー賞 DJ パーソナリティ賞を地方局アナウンサーとして初めて受賞した。受賞式で同席した千恵ちゃんの一言は、ほとんど男性が占める業界関係者の前で、誰かこの人のお嫁さんになってくださいというものだった。2005年には、 前年度のアノンシスト賞ラジオ、フリートーク部門で最優秀賞を受賞した。2019年現在も独身である。入社当初は、性質が合わないとニュースを担当させてもらえなかったり、競馬実況の練習では、ゲートが開いた瞬間頭の中が真っ白になってしまい、何も喋られなくなったり、色い々ろいろ苦労したようである。現在でも、ラジオ福島の男性アナウンサーで唯一、 競馬実況を担当していない。ニュースの方は時折担当している。など、ありがとうございます。